午前5時に私たちは食堂で会いました。台所のカウンターに食べ物がありました。このパンは美味しそう。そうですね、もう行きましょう。あ、管理人さん、おはようございます。おはよう。どこへ行きますか？壇ノ浦へ行きます。そうですか、気をつけてください。はい、ありがとうございます。行ってきます。行ってらっしゃい。5時22分に私たちは公益公園前に着きました。アストラムと JR ラインで新幹線の駅へ行きました。私たちはちょっと眠いかったですが、起きていなければなりませんでした。新幹線で駅から下関まで1時間と15分です。下関に到着した時はワクワクしました。まず赤間神宮へ行きました。赤間神宮で私たちは手の型を習いました。ひしゃくを使ってまず左手を洗えて、右手を洗えて、左手に水を入れて口を洗います。その後神社の定財箱にお金を投げ入れました。あれ、この神社はちょっと小さいですね。うん、そうですね。ああ、あそこは何ですか？ああ、耳なし保育地。あの、ここは墓場です。お線香つけましょう。神社の後ろに森があります。ここでハイキングをしました。でもちょっと危ないところです。あれ、何ですか？あの蜂の巣です。気をつけてください。わあ、蜘蛛の巣を見つけました。この蜘蛛は黒ゴケ蜘蛛です。この森はやばいですね。出ましょう。はい。それで私たちは壇ノ浦へ行きました。平家と源氏の彫像はとても面白くて、海は綺麗です。そこで優しい男の人と話しました。後で歩いて小さい神社へ行きました。わあ、稲荷神社です。この稲荷はいいです。でもその稲荷はいたずら好きですから、気をつけなければなりません。それでその稲荷を怒らさないために人々はもっとお金をあげます。今どこへ行きたいですか？巌流島へ行きたい。水族館へ行きたい。そうですね、私も。私とプライさんは水族館へ行って、グラルさんは島行って、3時半にここで会いましょう。いいですか？はい、行ってきます。私は水族館に行くのが初めてなので、とても嬉しかったです。私はとても可愛い魚やイルカやペンギンを見ました。私の気に入りはペンギンで、彼らはもう可愛くて泳ぐのが大好きです。管理友人まで綺麗な彫像を見つけました。佐々木小次郎と宮本武蔵は有名な剣豪です。宮本武蔵と佐々木小次郎はどちらが強いか決めるために、けどしみこの島へ1612年4月13日に来ました。この島はとても穏やかです。わあ、私たちは楽しかったです。私も。はい、でも今セミナーハウスへ帰らなければいけません。はい。バスに乗ろうとしましたが、7番のバスが来ませんでした。そして私たちの買った切符、新幹線に乗れませんでした。でも次の新幹線の切符を買うことができました。新幹線の桜ラインは2番目に早い新幹線です。小池公園前に早く着きました。
わあ、大きい丘を登りたくないです。私も。頑張ってください。はい、ただいま。わあ、おかえり。楽しかったですか？はい、でも今寝たいです。おやすみなさい。この旅は本当に楽しかったです。ありがとうございました。Yeah. Hold on. Okay, I'm recording. You ready? Yep. Yes. Oh my god, I'm... It does nothing. I can't see it!